千秋楽頑張るぞ。あー、そのまま真ん中のカメラお願い。改めて今日いよいよ最終公演ということですけど、千秋楽、はい、いかがですか。なんか本当に北海道から始まったそのおかげのあのツアーズなんですけど、なんかあっという間すぎて、なんか千秋楽っていう感じがしないんですけど、あの本当にあのそのなんていうんですか、始まりもあれば終わりもあるので、それをかみしめて、案になれた幸せをかみしめてやりたいと思います。あの稽古なんかも大変でしょ。まあ、ダイアナとまた全然違うですし、でも脚本が一緒だったんで、はい、その本が一緒だったので、はい、まあ稽古中はダイアナが出てきちゃったりしたんですけど。出てきちゃったんですか。まあ正直あの本番でも間違えました。え、本番で間違えた。歌詞を間違って、全く同じメロディーで、やっぱダイアナとのデュエットが多いので、あれこれダイアナじゃないって思って、ちょっと間違えちゃったことはちょっと正直あったんですけど。え、ダイアナのパート歌っちゃったってこと。歌っちゃった、ね、パートっていうかその歌詞を間違っちゃったんですよね。歌詞を、そう、妹に対して歌う曲なんですよ、ダイアナにしては、はいはい、で私はその個人で同じあの育った子供、ちっちゃい子が死んじゃったっていう話、はいはい、でそうはしたくない、ミニ目をそうしたくないっていう歌いなんですけど、私の大事なミニ目って言っちゃって、あ、違う、これは去年のだと思って、どっから戻そうと思ってすごい慌てました。それバラしちゃって大丈夫なんですか。ダメです、ね、このアンっていう、ね、はい、大役で、はい、幸せですか今。もう幸せです、はい、とってもとっても、はい、どういう意味で幸せです。アンシャーリーになれたことは本当に幸せで、本当に毎日この幸せをかみしめてやってますね、うん、もう一スポットライトもパーンって浴びてて、すごく幸せです。違う意味の幸せもあるかもしれないです。幸せです。はい、でもね、あの、まあ、このね、はい、島谷さんとか5年とかやってますし、はいはい、来年ももしかしたらね、もう本当にやらせていただけるんだったら、はい、やりたいんですけど。嬉しいですよね、はい、ね、本当にアンシャーリーは本当に、なんて言うんですかね、あ、ミゲル、はい。日本語喋れる？あ、喋れない。はい。ミゲル君もあのオープニングで歌ってくれてるんですよ。はい。そうですね。はい。まあでもちょっとね、最後頑張ってもらって。はい、頑張ります。来年もできるように。はい、頑張ります。皆さんよろしくお願いします。来年違う意味で嬉しい話もあるかもしれないです。はい。OK? OK! バイバイ！バイバイ！ありがとうございました！